今回ご紹介するのはこち亀ファンにはたまらないアリオ亀有の源泉です。その3階にあるのがこち亀ゲームパークです。ゲーセンの中に亀有公園前発出所があるんです。主要メンバーもね、これ勢ぞろいしてるんですね。では中入ってみましょう。なんか涼さんに怒られそうですね。まあでもちょっと入ってみました。それで入ってみるとやっぱり地図とかね、いろいろと提灯だとか、本当にね、発出所の中までリアルに再現されている、これ素敵なところですよ。もうこち亀ファンにはたまらない。お、やっぱり涼さんの机汚いですよね、やっぱりね。でもこういう人っていましたよね。会社の中で請求書とかをこの机のところに置いてある人、僕結構見たことあります。これ逆の方の机の方は、これは中川もしくは玲子のデスクでしょうかね。やっぱこっちはね、綺麗ですよ。まあ僕はね、仕事してた時はこんなような感じで綺麗にやってましたよ。まあそう言うと、本当に現役中の人からすると本当って言われるかもしれないですけど、でも本当なんです。この意外とね、発出所内はすごい狭いような感じなんですね。このゲーセンの一角にあるんです。でも結構ね、こうやってリアルに再現されてるのは本当に面白い。そして懐かしい新幹線ゲーム、皆さんご存知ですか？40代の人は多分ご存知だと思います。この新幹線ゲームが量産バージョンになってるんですね。ここにね、本当にいろんな人形とかあるんですが、これ残念ながらね、非売品となってるんですね。本当お金で買えるんだったら欲しいかなっていうふうに思うくらいです。そしてガチャガチャありましたよ。やっぱりね、こうやってこち亀のガチャガチャなんか欲しい感じがしました。今月の事故は大原部長の雷が3回もあったみたいですね。やっぱりね、りょうさん怒られちゃうみたいですね。それでこのアリオ雷は駐車スペースも13台ありましたし、バリアフリー設備は問題ありません。しかも隣の香取神社も全く問題ないです。ぜひとも一度両方訪れてみてください。りょうさんの千社札楽しみます。最後まで見ていただきありがとうございます。チャンネル登録お願いいたします。またお会いしましょう。